昔はものすごい良かったんですよね。浜には貸しボートとかね、パラソルを貸すとかゴザを貸したりとかして家族連れがものすごく多かったんですよ。それがやっぱ平成ぐらいになってから年々減ってきて、現在は本当の子どもの声が聞こえるというのが少なくなりましたね。高知市内唯一の海水浴場として、かつては多くの人でにぎわった種崎海水浴場。観光客は減っても40年間絶やさず清掃活動に取り組む人たちの姿がありました。皆さんの力を借りて清掃をしてまいります。そして大体ですけど、今日の参加が350人ぐらいの参加になってますね。この種崎海水浴場が昔ものすごい賑やかったんですよね。そういうのをまた夢に見て、皆さん子どもたちと大きな声が聞こえるとか、家族連れで遊んでるとかいうのを楽しみとして、やっぱり我々はそれに参加をさせてもらってますね。今日このようにきれいに掃除してもらったのでね、これをいつまでもこう保っていきたいと、本当にこの種崎の海水浴場はきれいになっちゅうよということを見てもらって、ほらもっとこうどん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 、やっぱこの種崎海水浴場が残っていってもらいたいですよね。やっぱ子どもたちと一緒にこうやって、大人が見せる、大人がやってることを子どもがどのように受け止めていくかですよね。今日の浜の清掃しても、子どもが声を出してやってる楽しそうな海辺でやることがね、これが子どもの今から先の希望やないかなと思うけどね。